もともと私が高校バスケ部で、まあ、バスケが好きだったので、まあ、棋士になってもう続けたいなっていうことでこう仲間内に話したら、まあ、じゃあぜひっていうことで10人ちょっといかないぐらいなんですけど、まあ、楽しむをモットーにしています。経験者は渡辺和史さん、まあ、杉本さん、そのあたりは経験者で、残りは、まあ、岡部さんだったり山川さんだったり、チョックさん、小山さんだったり、あとまあ奨励会三段ですね、川村さん、福田さん、実は部長を務めています。練習だったりそのレイアップシュートだったり、まあ、試合の感じだったりは私がちょっと中心で、基本的なレイアップシュートは外さないように、まあ、連続で3本とかから始めて、まあ、あとはフリースローを10本打ってみるとかで何本入るかとか、みんな最初は、なんか体育の授業レベルだったんですけど、まあ、だんだんゴールが入るようになってきて、そう成長してると思います。将棋は1対1で、まあ、個人戦と、まあ、バスケはチーム戦で全く別物ですけど、まあ、月に一度こうしてなんか棋士とか奨励会員が集まって、まあ、なんだろう、近況を話したりこう、まあ、情報をこうお互い話し合ういい会にはなってるかなと思います。高校生の大きな大会でウィンターカップっていうのがあるんですけど、その時はバスケ部でみんなで集まって見に行ったりとか、東京体育館ですね。作戦とかを考えてきて、でも思ったより早くその第一局が来そうだなっていうのは今の実感ですかね。でも他の対局もあるので、まあ、そこをうまく乗り切ってというか、まあ、できれば勝って勢いよくいきたいなっていうのはありますけど、やっぱりちょっと普通の棋士と対藤井戦は作戦とか研究とか準備の段階が違うので、そうですね、今はどう戦うかっていうのはまあ考えてるんですけど、それよりまあ自分がいかに最善に寄せることができるかなっていうのがまあ課題で、まあ、やはり勉強時間も増えると思うので、まあ、強くなれると思うんですよね。またなんかあまり体験したことのないことを一つ一つこう経験していくことで、またなんか人としても成長できる部分もあるかなっていうので、でもちょっと戦い方っていうのはまだどうするかっていうのは自分の中での課題です。永瀬さんとか渡辺さんの戦い方を見てるんですけど、まあ、どういうのがいいのかなっていうのはちょっと自分に合った戦い方を探しています。作戦面ですね、どう戦うか、やっぱり今の藤井さんがこう完全にこう状態がいい感じで来ていますから、でも私がいかに最善に寄せることができるかっていうのが求められているかと思います。まあ、私自身もそうですけど、藤井さんの強さっていうのは本当に分かるので、まあ、本当に勝つのは大変っていうのは本当に厳しい勝負になるのは分かるんですけど、でもなんか挑戦者がそこで弱いこと言ってもしょうがないので、もうここまで来たら自分のコンディションというか、まあ、今できる力を出し切りたいっていう感じですね。